はい、整体師の角谷です。今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、まあ、動画のタイトルにある通りですね、今ものすごい流行ってる足パカ運動っていうのにね、ついてちょっとお話できればと思います。以前YouTube のショート動画の方でですね、まあ、足パカはやらない方がいいよ、体壊れるよっていう動画を出すと、7割ぐらいの方がですね、やっぱりやっていたなりましたとか、ひどい方だったらちょっとやったことですごい症状悪化して手術することになりましたみたいな方もいらっしゃるとは思うので、まあなんでねやらん方がいいのかみたいな話をさせていただくんですけども、大前提としてですね、まあその3割ぐらいの方は痩せましたと、足も細くなりました、痛くも痒くもないですみたいな感じで言っておられるので、大前提としてちょっと聞いておいてもらいたいんですけど、別にそんな好きにしてください。はい、すごいなんかもう視野狭いなと思うんですよ。なんか私は痩せたんですみたいな、だからなんでダメなんですかみたいなの聞いて、いや別に好きにしてくれって僕は言ってるので、それを踏まえた上でちょっと最後までねこの動画見てってください。もう頭悪い人ないです、僕嫌いなので、それだけお願いします。はい、で、じゃあそもそもね、なんでこの流行ってる足パカ運動っていうのをね、僕的にやらない方がいいのかっていう話なんですけども、そもそも人間立って生活する生き物です。はい。なんで、そもそも論で、なんていうのかな、なんで寝たまま、なんかトレーニングするのって僕は思っちゃうんですよ。で、なおかつ、足パカ運動ってちょっとね、こう、寝た状態で足こう、どこで見にくいですけど、こう足開く運動とか、こう伸ばし開いたりするじゃないですか。あの時にどういう筋肉が働くのかっていうのをちょっと一緒にねやっていただければと思うんですけど、このね立った状態でこの辺のお尻のまあちょっと横のねちょっと横の上というか、まあ、この辺ちょっと触っといてください。これで膝を曲げてもらって横に開いた時ってグッと今出てくると思うんですよ。次にこのお尻の下のあたりね、このあたりを持った状態で次は足を真後ろに引いてください。その時もここって使うと思います。で、次はここを押した状態で膝を曲げて横に開いてください。その時って使わないですよね。で、次にここをさっきのね、最初に触ってた場所を触った状態で後ろに引いてください。この時も使わないですよね。で、これをちょっと覚えておいていただきたいんですけど、当たり前ですけど人間歩く時って足後ろに引くじゃないですか。まあ、真後ろっていうか若干ちょっと斜めにはなるんですけど、今みたいに足開く動作をし続けると何が起きるのかっていうと、さっきの、上の部分と僕下の部分を触ったと思うんですけど、この上の部分っていうものは足を開く時に使うんですね。で、下の部分っていうのは後ろに引く時に使います。なので、これを常日頃から寝た状態で行っていくと、人間の体、やっぱり習慣的にね、習慣づくってわけわかんないですけど、習慣づくものにはなってるので、寝た状態で足を開き続けると、足は開くもんなんだってやっぱ頭が認識してしまうんですよ。で、その状態で続けるのに起きるかっていうと、さっき言ったこの上の部分、開いた時にこっち使いますよね。で、足を後ろ引く時にこっち使うんですけど、こう使わなくなるんですよ。なんで本来だと、まあ、例えばですけど5と5ぐらいの負担でね、後ろに引くで横に開くっていうのをやってればそんなに問題なくね、もうなくなるような問題ないんですけど、こっちを例えば2ぐらいでこっちは足開きすぎるから癖づいて8使うようになってくると、こっちの負担がすごい大きくなるんですよ。で、ここの、さっき押さえた大臀筋の上の部分ですね、これが硬くなると何が起きるんかっていうと腰痛めます。長時間座ってる方、デスクワークしてると腰痛くなると思うんですけど、 100% でないですけど、やっぱり座ってる時ってお尻の筋肉グッと圧迫されて硬くなるのに、立ち上がった時に痛い、座ってる時に痛いみたいな感じで、腰痛とお尻ってすごい関係が高いです。なのでやっぱりこの上の部分を使いすぎることによって、上の部分と腰ってもう隣接してるので引っ張るから痛いみたいなのも起きやすいですし、このお尻の上の部分がね硬いと言えば、足曲げるときってやっぱりちょっと使ったりもしますし、何かしら動作するときにそこが、つっかえ棒と言いますか、まあ、つっかえてしまって、すると股関節の前が無理に動くようになって股関節が痛くなったりとか、まあ、いろんな原因は考えられると思います。だからやっぱりやりつ寝た状態でね足を開き続けると、足を開く癖がついて、歩くときなんかもちょっと開き続けて歩いて、でそのことによって、本来使うべき下の部分があんまり使わなくなって、お尻も垂れやすくなってくるとは思いますし、上の部分ばっかり使うから足を開く癖がつく、ここを使いすぎるから腰を引っ張って腰が痛い、
ここが硬くなって動きが悪くなって股関節も痛くなるみたいなのはすごい起きやすいと思うので、やらない方がいいんじゃないんですかっていう話を僕はさせてもらってるだけです。はい、なのでこれを聞いた上でもですね、別にやりたい人は全然やってもらったらいいと思います。ですし、あとちょっとさっきも言ってたんですけど、僕痩せないなんか一言も言ってませんからね。これてか僕やったことないので、そんなわけのわからん運動、寝ながらこんな足開くとか僕その家でできない。そうだったら僕ジム行きますし走りますしっていうのがあるので、やったことないから、で僕正面めちゃめちゃ足太いので、別に足痩せたいとかも思ってないので、そんなね、あのカモシカみたいな足したくないのでないですけど、だから足が痩せるか痩せないか僕は知らないです。それはもうトレーナーの方とかに聞いてください。まあ動画ではね、痩せるって言ってる人も痩せない人もいる、まあいろいろありますし、そもそもこんなものは人によって合う合わないがあるので、痩せるか痩せない、細くなるかならないかな、僕からしたらどうでもいいです。ただ体痛めるよって話を僕はしてるだけです。はい、でさっき言ったコメントで大体7割ぐらいの方は、痛めましたと。なおかつ、この僕がね、どうしてるショート動画を見て、やめました。そうしたら後日コメントもらって、楽なりました。痛くなくなりました。あれだけ続けたから、やっぱり痛くなったのはこういうことだったんですねってコメントもある中で、3割ぐらいの方は、痛くもないし、何も異常も起きてない。なおかつ、食事制限もしないのに足パカして10キロ痩せましたみたいな。すげえなって思うんですけど、そんなね、動画出したら金取れるんちゃうんと思うんですけど、やれへんのにって思うんですけど、ほんまなんだね。まあまあ別にどうでもいいですけど、そんなもん。ですし、あとは、私は痩せましたし、足も細くなりました、痛くもなってません、これがダメなんですかみたいに言うんですけど、いや別にダメなんか言ってなくて、勝手にせえって僕言ってるんですよ。ただ、僕は、言えばこういうね、生態、まあこの業界入って、まあ10年近くこの仕事をしますし、これ死ぬまでもこの仕事をしていきますし、僕がやってる仕事っていうのは体が痛いっていうのを、困ってる方が来ていただいて、こういうのは考えられるんじゃないんですか、じゃあこういうことやっていきましょうっていうので、痛みを取っていく仕事でね、まあありがたいことにもこれ一本で今ご飯を食べてる状態の人間が見た中で、やめた方がいいんじゃないんですかって言ってるだけの話なんですよ。はい。だから別にあれをやったら 100% 痛くなるか、っていうのは全然言い切れないですし、 100% 痛なるかって言ってもそうでもないと思うんです。ほんま人それぞれだと思います。やり方もなんで微妙に違うと思いますし、全然やったらいいと思うんですけど、痛める可能性が高いよっていうだけですね。で、僕としてはさっき言ったそういうね、体を楽にするような痛みを取るような仕事をしている人間からすると、痛みがね、出る可能性があるリスクの高いものをわざわざやってくださいねなんて、そんな頭の悪いことは僕はしないだけですっていうだけなんですよ。で、最後に全く批判するつもりないですけど、ここでもね、さっきちょっと調べたんですよ。僕パソコンで足パカって YouTube で調べると、そしたらなんか、足パカ9分、足パカ10分、6分、地獄のとか、超地獄のみたいな感じでね、大体されてる方って、もう本当に、なんていうんですかね、一辺倒っていうか呼ばれてるんですけど、まあ、小綺麗な女性、小綺麗で怒られるんですね。綺麗にされてる女性の方、スラーっとされてね、なんか、ダイエッターみたいな方なんですけど、大前提として、あの方は、まあ、痩せるプロって言ったら分かんないですよ。ほんまにあの人らが痩せてるかどうか分からないですけど、全く体のプロではないっていうのだけ覚えておいてもらう方がいいと思います。はい。で、これ別にそのね、生態業界に埋めることかもしれないですけど、じゃあなんかそういうのを言うと、まあ、その方のね、女性の200万、300万いるファンの方が言われるかもしれないです。いや、何々さんは200万人、300万人いるけど、お前5万人やんけ、みたいなね、言われるんですけど、数ちゃうから。もうその登録者でしかものを見れない、この100万人いる人が言ってるから正しい、5万人のやつは間違ってるみたいなのってマジでえぐいぐらい浅はかなので、その考えはほんまにやめた方がいいです。ごめんなさい、こっち大声で言うことは怒られるのでね、頭の悪い人たち、僕すごい嫌いなんですよ、そういう人たちって。だから別に400万、300万、200万だからなんなん、まあそのマーケティングとしてはすごいですよ。それこそやっぱりもう何年もされてる方は先駆者やと思うのですごいんですけど、ただその人たちが言ってることが必ず正しいかって言ったらそうではない場合は多いかなと思います。で、逆もしかりで、別に僕が言ってることが 100% 正しいわけじゃないですよ。だから参考にしてくれって言ってるだけの話で、それをさっき言ったみたいにね、私は痩せました、だからダメじゃないです、なんでなんですか、こんなこと言わんとってくださいって言われても、いや黙れよ気持ち悪いボケがと思うのでごめんなさいと思うので、ほんまに好きにしてください。ただ再三お伝えしているように、一応ね、こういう体を良くする仕事をしている身からするとやらない方がいいんじゃないんですかっていう運動っていうだけなので、もし何かあればこの下の方のコメントの方いただければと思います。はい、
ではいつも通りちょっと8分で終わるつもりがちょっと長なりまして10分手前なんですけど、これで終わろうと思います。すいません、今回もですね動画をご覧いただきまして本当にありがとうございました。